We love SR。はい、今日の整備はですね、ステアリングですね、ここの周辺を少し整備していきたいと思うんですけども、まずですね、ここにはですねベアリングが入ってます。ハンドルがスムーズに左右に切ることができるのはステムベアリングという部品が入ってるからです。これからそのステムベアリングを外して、分解清掃ですね、そしてグリスアップをすることによってよりスムーズなハンドリングを手に入れようと、そういう整備に今日はなります。そしてここアンダーブラケットという部品です。ただしアンダーブラケットというのはですね、ヤマハ独自の言い方ではないかと思います。いろんな言い方がありますが、メーカーさんによって変わってきますね。で、総称してよく三つ股というふうな呼び方をされている部分でもあります。ここに関してはこの後分解をしてですね、どういう部品なのかを一緒に見ていくのがいいんじゃないかと思います。そしてさらにですね、ハンドル、このハンドルもですね、ちょっと今回はカスタムしてですね、クラシカルなものをつけていきたいと思ってます。なのでこういったところも合わせてやっていきましょう。こういった、オートバイを分解して全部ひっくるめて修理をしようとしている方、そういった方はですね、実はですね、全体的に先を予想して時間がかかるものは全部ですね、先にやってしまうのがやっぱりコツだと思います。そこでですね、はい、ここにガソリンタンクがあります。このままでもですね、かっこいいと思うんですけども、これちょっと別で用意したものなんですけども、黒いタンク定番ですね。ただですね、この黒いタンクこのままではですね、ちょっとですね個性が足りないということで、今回はこれにペイントをしていきたいと思います。ただし今回は外注します。なので、これに関しては今のうちに出しておくことによって、他の部分の整備が終わる頃にこれが塗り上がってくると、それで完成がスムーズになるんじゃないかということで、先に出してみたいと思います。それでは、ステアリング周りの整備を早速いってみましょう。ということでですね、フロント周りを分解しました。そうするとですね、ここステムベアリングというのが入ってますね。いよいよ、それが全部露出した状態になります。で、ここなんですけど、ここがスムーズに動かないとバイクというのはですね、ハンドルが滑らかにいかないんですね。だから例えば衝撃を受けたりとか、もしくは何万キロも走ってここがダメになってしまった時に、結構慣れてしまうのでそのまま乗っちゃってる方もいます。ただそれをそのまま乗ってるとですね、普段はいいですよ、慣れちゃうので、急ブレーキをかけた、そういった時にですね、ろくな目に遭いません。なのでやはりきちんとこの辺は整備が必要になります。要は数年に1回はここ分解しなきゃいけないというところでもあるんですね。で、まあ、ちょっと外してみましょう。これは、もう一度用語解説をしますけども、三つ股アンダーブラケットヤマハだとという部品ですね。はい、ロックを外すとこのように、このような部品ですね、アンダーブラケットですね。そしてそこにはベアリングがついてます。
これをですね、交換して新しいものに今回はしてしまいます。もう別に悪くはないんですけど、どんどん変えていきましょう。ただですね、サビがすごいですね、ちょっとね、この辺なので、ここもちょっと、いつものやつでなんとかしちゃいたいと思います。はい、ということでここ外れましたね。じゃあ中どうなってるか見てみましょう。この蓋を外すとこうなってます。ここにはですね、ベアリングが入ってるんですね、こういう風に。で、これは、こういうボールベアリングですね。で、まあヤマハだとステムベアリングって言うんですけど、パチンコ玉みたいのがいっぱい並べてあります。そしてここのレール、ここのレールにこの玉が転がることによって、スムーズに動いてると。で、普通のベアリングはだいたいイメージつくと思うんですけども、こういうベアリングをですね、組み立て式ベアリングというんですね。なので、こう組み立てながらくっつけていく。で、これは前後についてます。前後じゃない、上下、上も下も。で、実際に交換するときはベアリングというのはセットになります。なので、ここの部分も今フレームにはまっちゃってるんですね、がっちりと。それを、外して新しいものに打ち替えなくちゃいけないと、そういう作業がこの後待っています。この下にベアリングが入ってるんですけど、これをですね、ここからですね、叩き抜いていきますね。ただし均等にやらないと、あ、いけない、外れちゃった本当はゴミ箱にストレートに入る予定だったんですけど、はい、均等にやらないとこのフレーム側にダメージがいく可能性があるので、そこは、ちょっとコツがいる部分でもありますね。で、外れました。外れるとこうなってますね。この中をちょっと清掃してあげるんですけど、もうただの穴ですね。そしてそこにですね、グリスを塗ってあげます。これは新しいベアリングを入れるときに、そのベアリングを傷めないためですね。そして、新品のベアリングはこちら、かなり綺麗ですね。こういう風になってます。これをですね、ここに、打ち込んでいくという風な形になります。そしてこういった工具があります。ベアリングを打ち込むための専用工具ですね。これをですね、乗せたベアリングに対してまっすぐに当てて打ち込んでいくんですね。だからこれはですね、まっすぐ入れるために少しコツがいる作業です。打ちながらこうちょっとこうちゃんとまっすぐに入ってるかチェックしていくんですね。まあもう感覚なんで、何回かやってるうちに分かるんですけど、で、入ると音が変わりますね。このようにカンカンって言いましたね。これで、ベアリングの圧入が完了となります。同様に下側も打ち込んでいきます。で、これ、まあ、多分バイク屋さんだったら結構知ってると思うんですけど、打ち込んだ後に軽く一打ちしておきます。これはガンガン打ち込んでいくと、最後にザガネに座った時にですね、跳ね返るんですね、若干。で、ほんのわずかに浮く時があります。そうすると後でもう一回増し締めしなくちゃいけなくなる、しばらく乗った後に。なので軽くコンコンとおまじないのように叩いてあげておくとより完璧です。そしてこの、ステム、このレースにですね、グリスを
割と多めに塗っていきます。これはですね、当然ベアリングの潤滑、まあこんなとこめったに油がさせないのである程度つけてくださいっていうのもあるんですけど、防水ですね、防水。ここから水が入ると何が起きるか、さあバイクに詳しい方に問題です。何が起きるんでしょう、ここから水が入ると。もちろんベアリングはダメになりますね、はい。そして、ステムシャフトを伝って入っていっちゃうんですよね。その、水がステムシャフトを伝って、ステムシャフトのシャフトっていうのはスチールですね、鉄でできてます。だから、そこに 鉄のところに水が行ってしまうと、その鉄が錆びますね。そうするとその錆びた水が下側のベアリングにかかります。そうすると下側のベアリングの寿命が短くなると。だからこれ防水の意味も含めてある程度の量のグリスが必要になってくるというふうな理屈ですね、はい。そしてですね、こうある程度ベアリングにグリスが濡れたらですね、次はこちらアンダーブラケット三つ股ですねが新しくなって帰ってきました、これは塗装しました、黒に。で今あっという間に塗装されて出てきたように見えると思うんですけど、ペーパー当てて錆落として、下地作ってウレタン塗装して、で結構時間かかってます。乾燥にも1日かけてます。一応、結構ガンガン叩いたりする部分なので、そこにですね、ここにもレースを新しく打ち込んであります。でこれは正直圧入もできるんですけど、これ叩き込むこともできるんですけど、工具をうまく使って例えば外した古いレースを逆さまに当てて、傷をつけないようにして打ち込むとかできるんですけど、今回はプレスで入れました。そしてここのシャフトも少し油塗っておいてあげるとより錆びづらくなるというふうな形になります。これですね。そしてこのアンダーブラケット、これをですね、ベアリングをずらさないように差し込みます。車体に合体させます。そしてこのカバー、先ほどのですね。そしてさらに、この、ロックのナットをですね、ダーッと締めていくと。そうするとこのように元通りステアリングの部分が完成となります。そして今回せっかくなので、ここまでバイクが分解されている状態のビデオはなかなかないので、事故車の見抜き方をついでに、教えます。これハンドルストッパーって言います。この部品映りますかね、ハンドルストッパー、これですね。このハンドルストッパーが例えば左側にオートバイが転倒した、そうするとこの状態でガツンと打ち込まれるんですね。そうするとここの部分がへこみます。こっち側もですね、ここの部分にダメージを負います。今これは全然ダメージないんですけど、ガーンと転ぶとですね、へこみます。ここがもうへこんでたらかなり激しいダメージを負ってます。当然査定もつかなくなります、そんなことになったら。だから中古車を選ぶ人はこの当たるところがゴチンとへこんでないかどうか、あとはこの部品自体が作り直されているケースがあります。でこれはよく見ると上が角が立ってます、こういうふうに。そして下側は丸いんですね。よく見るとちょっと映んないかもしれないんですけど、下側が丸くて下の角ですね、上は角が立ってます。見えますかね、こっち側の面は丸いです。ここは角が立ってます。これは、純正のハンドルストッパー、ただし両方角張ってたりとか両方丸まってたりするとおかしいですね。これは金属の板を大きなプレス機というのでですね、バーンと抜くんですよ。だからバーンと抜かれた方は丸くなっちゃうし、ズドンと切り落とされた方は角が立つ、それでこういう形状になります。これは、この形状を再現して修理しているケースっていうのはもうほぼほとんどないです、そんなことは。なのでここが一つの目安になるとも言えるんじゃないでしょうか。以上、フロント周りのベアリングでした。